はい、どうも、とのまると申します。本日も、マリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちら、Twitter でコース ID の方をいただきました。ありがとうございます。というわけで、初制作どうぞ遊んでいってくださいます。ということで、やってまいりましょう。初めて作られたコースということでしょうね。なかなかね、コース作るって勇気いるというかね、なかなかハードル高いことですけどもね。やっぱマリオメーカー買ったからには一回はコース作りたいみたいな気持ちもあるよね。各有自分もね、コースはほんと1個しか作ってない、1個しか作って投稿してないからね。それがね、こうやって買ってすぐにコース1個作られるなんて、それだけでなかなかすごいことやと思いますけれどもね。これ大丈夫かこれ。食らわんかこれ、ゴール条件だからね、これが。あー、とっ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 と、とっとっと。あー、もうダメなんだろうね。あー、ここがゴールかー。まあでもほんとまさか自分でコースが作れるなんてほんと衝撃だったよね。マリオメーカーというゲームが出た時はね。マリオメーカー1が発売されたのっていつだ、もう 10年とか経つんじゃない、もう下手するとねえ。あ、今調べてまいりました。マリオメーカー1が発売されたのが2015年のことでした。つまり2022年になったわけですから、もう、7年前ですよね。結構前だね、やっぱりね。まあでも、それまでのね、こう、マリオの文化的にね、まさか自分で作った子、ダメだった。まあ自分でコース作れるなんて思ってもみんかったわねっていう、まあそういうお話でございました。まああと、やっぱこのユーザーが作るからこそのエグいコースっていうのもいっぱいあるもんね。だって、任天堂こんな意地悪してこんだろみたいなね、意地悪なコースもいっぱいあるしね。任天堂そこまでエグいことさせようとせんだろっていうぐらいエグいコースもね、あ、まあだから面白いみたいな感じですよね、マリオメーカーは。素人が作ったコースだからこそ、どう進めばいいか分かんなかったりとか、意外とそんな進み方でいいんかいみたいなね、いろいろあったりとかしてね。はい、というわけで、コースアイディアありがとうございました。コースリクエストは、まあ動画のコメントなりなんなりでお願いいたします。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。なんだこれ、このコースクリアできないならミンバトすんな、怖いな。とりあえず 0.85%、まあ、40秒スピードランみたいですけれども、やってまいりましょうか。まあミンバトもやりたいからな、たまには。これを走っ、あ、しゃがみじゃーん、くるんくるんくんくんくん、はいはい、こっちだったね。あっ、ここでもしゃがみジャンプくるんから、なかなか難しそうな匂いは感じてるけど、これ多分おしっぱでいけるようになってる、なってる。ここで叩いていい、ここ飛んで、あっ、ここで一回ミスってるからな、クレーンのところで。あのロスが左かーい。はいはい、これ多分直でいける、もう一発でいけちゃうよ。三段ジャンプとか言わないでね、大丈夫そう。ピンクドインはこれで開通しました。はい、スピンでトゲメットをスピンして、はい、踏んで踏んで、ふっ、あ、わいしょーっと、しっかりスピン。ここもこれスピンでよかったんかな。なんかワンチャン下くくれそうな気もしたけども、鍵の輪に入っていけばいける。5秒、あー、いけたね、ゴールいけた、いけた。はいはいはい、3、2。というわけで、これでみんなでバトルやっていいそうでございます。単純にピーちゃんやってまいりましょう。なるほど、これマックスの位置でも届かんってことだね。ヘディングじゃないか？はい、みたいな。違うかな？シュン、シュン！ちょっと待って、いけそう、いけそう、いけそう。よいしょ！オッケー！すげえ！いけた！なんだこれ？ A。やってまいりましょう。何のコースなんでしょうか？特に説明も書かれておりませんでしたけれども。なんかカオスなコース来たね。ほー。時間制限とかがきついとかじゃないから、多分、落ち着いていこう。一つずつを見切っていこう。ここ、トントン、トトトン、トントトトン。おっと、アップねーな。干して、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 ちょっと待ってよ。干して、ここにこうで、ここもファイヤーバー来るよね。ファイヤーバーきついね。はい、はい、はい、はい。はい、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃない。ここに一回逃げちゃうでいいんじゃない。で、右に行くのはそんなにきつくなさそうだと思うけどね。砲台さえ見切っていたらね。これ砲台飛んでくるからな、飛んでくるからな。あっぷなー。メットをもらっていいんですか、もらっていいんですよね。ドッスン、ドッスン。はい、上に持ち上げちゃっていいぐらいの気持ちで。とりあえずゴールは左だよね。で、これ絶対食らう。いや、絶対食らうわけでもないか。いや、食らったわ。
食らうか、それ食らうか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、うわー、左に多分入ったらいいんだよね。で一回ちょっとここに入っといて、こうでいいんじゃないですか。これ何、何が出てきますか。キラーか。あー、上にコインがあるからあれも取らなきゃいけないけど、だとしたらちょっと辛くないか。一回スクロールで消してキラーのタイミングずらそう。怖いなー。ドゥンドゥンドゥン、オッケー、ピンクコイン取った。はい、そで右に進めばいいよね。これは多分普通に一体踏んで、もう一体踏んだらいける。オッケー、鍵ドア入った。いや、なかなか結構難しいよこの子。おわっと、なるほど、補強アイテムも何もなしで一気、うわー、何やってんだよー。よし、行くぞ。さっきはちょっと急すぎてびっくりしちゃったけど、まあまあまあ慎重に行けば恐れるような相手ではないんじゃないかと思います。2体ともそうた、ちょっと待って、焦るな、魔法出してる時がガラ空き、歩いてる時は変な動きするから、魔法出してる時がガラ空き。オッケー、はい、鍵2個ゲット。ちょっと待って、ここさなんかないの。改めてないみたいですね。じゃあやってまいりましょう。まだ中ボス戦続くんかな。はっ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 は、何これ何これ、これはもう行っちゃっていいやつだよね多分ね。大丈夫かこれで。はい、ドカーン、やだな、なんだろう、ドカーン、何これ、飛んでいくしかないよなこんなもん。うわー、結構あっこの中ボス戦苦戦してたからな、さっきまで。上になんか見えたけど、届かんよな、届かんよな。いや、でも隠しがあるとかそういうこっちゃないだろうから、もう行くよ、じゃあ。あー、よかった。じゃあ、こっちで、ふわっと。あ、ちょっと届かんかったけど、まだリカバリーいけるよ、多分。はい、ここ乗って、はい、ドア入ります。こっち裏面だよね。あー、このコース中間があるんだ。ワンチャンデカキープしていくか、じゃあ。まあでも中間あんのは嬉しいな、だいぶ。あー、中ボス戦か。1対1なら何もきつくないんだよな。2対束になってくると、ちょっと目がね、こう混乱させられて厄介な存在になるんだけど、1対1対マンならまず負けんわ、こんな奴らにって感じだけどね。多分これ、ボス戦続くな、これ。はい。おーい。ロイが消えた。オッケー。で、多分ロイも倒さんといかんでしょ、これ。この土管ってなんか意味ないの、これ。なんか入れたりとかせんか。あれ、ロイ、鍵持ってないんかい。じゃあ、ルド行くだけでよかったんかい。あー、これで表面帰って行ける。なに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 、どういうこと、どういうこと、これ。ファイヤーないの、ファイヤー。ファイヤーってこの足元のバーナーのファイヤーじゃなくてさ、え、ファイヤーフラワー、ファイヤーフラワーは戦えない。右行けばよかった。じゃあこっからか。隠しでなんか補強アイテム、うん、なになに、スターがあったぞ、スターがあった、スター、スター、クッパのとこまで持ってけたらもはや勝てるけど、あー無理だった。ルドベック飛ぶな飛ぶな。もう右に抜けてったらいいんかな。ちょっと右攻めていこうか。あー、ドアが鍵ドアじゃないんだここは。じゃあ下を抜けたらいいんだね、単純に。来んな来んな、あんまこっちに。ね、スターをもう持ってく持ってく。クッパのとこまで多分頑張れば持っていけると思うよこれ。多分それがクリア方法なんじゃないかなという。でルドベックが飛ぶから、それをうまくこの、いや間に合わんかな。あー、間に合わんな、間に合うようになっとんな、きついな。うわ、入れた入れた、なんか入れたぞ。あー、炎上スターがあんのかここに。まあまあ怪しいもんなこの土管。いや、しかもあのクッパの下くぐり抜けて右行く、まあきついよあれ、行こうと思うとチビ状態で。スター、スター、中間からはスター。これもしかしたら中間までのあの最初のさ、中ボス2体との戦いもどっかにスターあったんかもわからんな、このコースってことは。あー、まあまあクリアできてよかったわ。